突然はいグッズ紹介、そうかな、はい、グッズ紹介って言ってもルパンさん紹介となります。はい、なのでずっとアンナちゃんのターンです。はい、私のターン、ドロー。はい、私がコナンさんじゃない、ルパンさん好きって、ルパンさん好きってすごい言ってたら、ルパンのなんか詰め合わせ袋、なんかルパンさんをたくさんいただいたんで、ルパンたくさんてててです、はい、はい、まずはルパン三世脱出キーホルダー、脱出キーホルダ ー、 うーん、なんかカリオストロがメインですね、クラリスがね、で、すごいの、あのね、ルパンさん、ここルパン三世って書いてあるでしょ、うん、クラリスの方、これなのよ、指輪の紋章のやつ、わかる、これ、あ、ほんとだ、指輪をカチッってやると文字が出てきて、最初、こうやって、こうやって、うんうんうん、あ、私めっちゃ好きなんだよな、これ胸厚だわ。で、これがリーフがついてる2つで、あとこのルパンさんと後ろにいる、藤子ちゃん、次元さん、ゴエモン、あともう1個クラリスが、あの、フックタイプのキーホルダーなのよ。それをね、自由自在にこうやって組み合わせて脱出してるように見せるみたいな。なるほどね。探しちゃった。全部でこれが 1,3,4,5,6,7 個、はい、でも2つあるそうです。で、7個あって、あ、でも全7種類、全7種類中、まあ、ここには7箱あって、そのうち4つ、2つずつルパンとクラリスが2体ずついますね。でもこれついててついてないのよ。あ、そっか、そう、だからこれで全部だと思う。ほぉー、トッツァンとかいないんだね。ね、とりあえずちょっと紹介してるわ、ちょっと大変、よいしょ。まずリフがついてないルパンさん開けられました。はい、まずご説明いたします。理解、こんな感じですね。あ、本当にこれで全種類なのね。うん、全種類で、この組み合わせは自由って、この2つがリーフついてるから、このリーフ付きの2人にどうみんなを組み合わせるか。なるほど。だからクラリスに藤子ちゃんつけてもいいし、ルパンさんつけてもいいし、うん、ルパンさんに藤子ちゃん、もしくはまあ、みんな次元さんとか、うん、つけてもいいし、私藤子ちゃんとねクラリスの組み合わせ結構好きなんだよね。あの、助けた時の藤子ちゃんがめっちゃかっこいい。わかる。あの時の藤子ちゃん結構ワイルドで好きなんだよね、うん、だからね、私このスーツ、そのボディスーツっていうのじゃなくて、迷彩の衣装が好き、良かったなって思った。あー、そっか、そうだよね。カリオストロの藤子ちゃんの衣装って言ったら私迷彩柄なんだよ。うん、あれめっちゃ好きなんだよね。かわいい。ハサミがえらいことになってきちゃってるけど。本当？大丈夫よ。このテープ。テープよ。テープがすごいよ。クラリス救出できました。ありがとうございます。よいしょ。ちょっとリーフ付きのクラリスも救出しましたので、ちょっと組み合わせて、うん、あ、いいね、あ、すごい、あ、すごい、うい、うわやー、これすごくない、このフック、あ、ほんとだ、なんか、こう、何、あの、こういうフックじゃなくて、こういう感じのフック、うん、こういう、こういう、こういうフック、うん、すごい、あ、なんかあれみたい、手錠、あ、手錠みたい、手錠、なんかあの、何、伸びるやつみたいじゃない、そうそうそう、伸びて、遠いやつ、遠いやつ、あ、そっちこんな感じです。あ、すごい、
クラリスな。なんか何とも言えない感じだね。なんか違う。やっぱルパンさんと次元さんの組み合わせかな。ルパン一味よりかね。ね、取れなさすぎて困っている。次元さん。はい。はい。藤子ちゃん。なんだろう、本気の開封動画ね。来た来た、開いた、しゃあ、かっこいい次元さん、細い、ここにもテープついてるからね。本当だ。はい、ということで開けました。はい、ルパンの、ルパンの方はね、こういう感じです。じゃーん、クラリスさん勝ちですね。いや、マジこれすごいいいね。いや、これ こっちすごい、うん、ルパン三世とクラリスカリオストロのあれですよ、紋章ですよ。これの指輪欲しいんだよね。かっこいい。ちょっと後の人たちはちょっと出さないです。時間がかかる。本当に。やっぱこの二人だな。かっこいいな。この二人かっこいい。ね。いや、それいい。夢を叶えよう。お、やったー。藤子ちゃん開きました。よっしゃ。なんかもうこれ単体だけで見ると普通に釣り革に乗って捕まってる人みたいな。確かに。いやー、もうこうでしょ。なんか後ろについちゃうけど。いいね。こういう感じですね。いいね。あー、いいね、それこれいい、あるある、かっこいい、最高ですね。はい、こんな感じです。これがルパン三世脱出キーホルダーっていうね、はい、よく考えるね、脱出、かっこいいわ、よく考える、すごい、これでこうなるからいいよ ね、よく考えるわ。はいはい、っていうのとですね、はい、また別なんですけども、もういただいちゃいましたプレゼント、なんとおー、足なっか。これがですね、今ね、足しか見えてない、やばいんですよ。もう何の話のやつだか何のやつだか忘れちゃったんだけど、この次元さんのねインパクトはすごいんですよ。これがダッシュキーホルダーを、これやばくない？あー、これなんだっけ、そう、私も見たことある、これ、そうなの、この帽子を脱いでる姿ね、いや、かっこいい、かっこいいわ、かっこいいんです、これマジで口元が好きね、ーほんとかっこいい、これ、それちゃんとちょっと帽子の跡みたいな感じになってるの、ふわって、この子、この子、この人ね、毛量がすごいからね。いいじゃん、将来ハゲないじゃん。確かに、確かに。でもほら、毛とかは毛がないから。本当だ。間違って。ちょっとボツボツってあるでしょ。うん、これだと毛がない。処理した直後かな。そうだね、かっこいい。また次元さんが増えました。すごい。これいい。
ね、これ残りなくない？フィギュアとかで。そうなんだよ。でもこの絵はよく見るんだよね、パイロットのやつ。調べよう。いや、いいね、かっこいい。これいいわ。これ今ジジエさんが増えていく置き場がねはい、っていう感じで、とりあえず、はい、忘れてた。あとですね、ゆうじこちゃん、あのですね、結構前の、コナン日記の方でも、開けてみた動画でもお話ししたんですけども、コナン日記を見てグッズをたくさんプレゼントしたくださった方からたくさん紹介していったんですけども、ちょっと一つだけここの一味に関わる方が入ってたので、あれだね、缶コーヒーのルーツの、そうコラボですね。セクシーだね。2012年ルーツとコラボした藤子ちゃんのフィギュアもいただいちゃいました。ありがとうございます。足がいい。足が長い、綺麗。ああ、もみ足よきだわ。よいしょ。すごい。よいしょ。すごい。すごいね、これ。何？応募したらもらえるっていうやつなの？どうなんだろうね。よいしょ。いやー、かっこいいわ。このテープかな？うんうん、テープない。なるほど。すげー。こちらですね。ジュークの箱に足乗っけられるやつね。ねー、すごい。よいしょ。すげー、箱しっかりしてる。このぐらい、木箱、木箱。行きました。このね、見よ、この足です。足綺麗。お尻、くびれ、かっこいい。はいいね。これちゃんとね、ルーツ持ってる。そうなんだよ。アロマブラック持ってる。しかも結構細かい。ブラック無糖コーヒーって書いてある、ちゃんとこんな感じですね。あ、すごい。これちょっとあれじゃない、箱の上に乗っけたら、これもね、箱もね、いいよね。ねえ、おお、びっくりした。ルパン三世って書いてある。そうなのよ、木箱なのよ。こんな感じ、こんな感じ。かっこいい。かっこよい。かっこいい。いいね、これいいね。こういう感じになる。そうだね、そうだね。後ろがちょっとごちゃごちゃしてる。かっこいい絵になる女だな。いいね、素晴らしい。もう全然変わったね、絵が。そうだね、なんか結構さ、そのボディースーツ、うん、私こっち側の、なんなら本当にこっち側の藤子ちゃん、うわぁ、ね、よく見るんだけど、ハーフパンツ型あんまり見ないから、うんうん、珍しいなって思った。ニーハイブスいいな、めっちゃねえ。 いや似合うわ、本当に。こうかっこいい。いや、マジで藤子ちゃんに憧れるわ。胸大きいし、かっこいい。このくびれでこの胸のサイズすごいよね。うん、鎖骨もいい。よき、よき。はい、とりあえずこの辺で一旦区切らせていただこうと思います。はい、本当にありがとうございました。ありがとうございます。またルパンさん続きます。最後までご視聴ありがとうございました。いただいているコメントなどすべて読ませていただいております。これからも励みにしたいと思いますので、どしどしコメントいただけたらと思います。そしてよろしければチャンネル登録お願いいたします。ではでは、また今後もご視聴お願いいたします。たからでした。